はい、みなさんこんにちは。クイナです。タカです。エイティブログです。私たちは三重県の小橋市に来てます。今日は大量に牡蠣を食べようと思ってます。牡蠣で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 す。このお店は牡蠣太郎というお店です。というわけで行きますか。はい、入りましょう。はい、というわけで中に入ってきました。席に座って、ここに注文仕方のなんか案内があるから。牡蠣フライ、牡蠣グラタン、牡蠣ご飯も食べたから。うん、牡蠣の味噌汁、焼き用、注文しました。注文しましたね。今何時だ。私の頭に垂れたよ。何が。お水が。そういうことね。お水だと信じたいよ。今10時45分だけど、お店はもう満帆です。なんか自分でね、お酒とか持ってきてる人もいるから。そう、飲み物は自分で持ってきて、多分持ち込み OK だね、そのワインとか日本酒とかビールとかいろいろこう持って、でなんかめっちゃいろいろつけれるものが用意してあるよ。ポン酢、あとレモン、レモン、あとはソースとタバスコ。あれ、ソースはフライでしょ。でもタバスコは何。タバスコはグラタンとかじゃない。牡蠣グラタンにタバスコ。ないないない。いやー、もういい匂いするよ。そう、すげえいい匂いで、真ん中で焼いてんのよ、あの炭でパチパチパチって。でかい、パッてかい、見て席のポジション、こい、こっち通路、こい、見て、パッてかい、はい、取ってください。ゴーゴーゴー。アホだな。お、来た。お、来た。うわ、すごい。うわ、牡蠣ご飯うまそう。うわ、牡蠣フライうまそう。はい、いただきます。うまいの？牡蠣ご飯。うん、牡蠣、牡蠣、うわうま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 。これは何で食べる。熱くない。あ、大丈夫、全然。それ焼き牡蠣だね。レモンじゃない。レモン、レモンかポン酢でしょ。じゃあレモン。うまそう。わ、食べるよ。うまい、うまい。グラタン食べよう。タカ、グラタン大好きでしょ。そう、 うわ、手かけていいか。うー、すごい、うま。美味しいものをもう一回注文しようかなと思ったけど、食べ方が全部うまい。うん、全部モアワンラウンドを注文しなきゃいけないかもしれない。うまっ。わお、はい、うまそう。わさび大丈夫ならわさびで食べてみて。あ、はい。じゃあ今おすすめされたのが、それでいけば、わさびちょっとと、これにわさびとポン酢。はい、乾杯。うまそう。うまっ。うん、最高。ベリーグッド。うん、俺もそれで行こう。わさびちょろいとポン酢いきます。これはベストコンビネーション。うまっ。でしょ。ほんとだ。ちょっとピリッと。うわ、うまっ。うわ、俺こんな食べ方初めてでしたけど、うまっ。これ、うま、今来た焼き牡蠣にごま油。ごま油、これ取ってないでしょ。取ってた方がいい。これが YouTuber の現実です。うん、うまいですか。どっちがうまい。その普通の焼き牡蠣かごま油。ベリーグッドって言った。うん、まっ。ごま油うまっ。すごくない。
そんなことある？うまくない？めちゃめちゃうまいんですけど。生牡蠣も一回食べてみたいな。どうする？焼き5枚4、焼き4、うん、あと生牡蠣立ってる1にしとくか。生も1個食べる。 OK。 というわけでまだ12個牡蠣が来るよ、ここで。はい、社長、社長の今日おごりでしょ。え、そうなの？一発目のお金3300円。人の金で食う牡蠣はうめえわ。はい、追加料金2650円。さっきより安いじゃん。そうだ、トータル6000円ぐらいだね。いやでも6000円でこれだったら全然いいんだよ。1人3000円でしょ。おー、来た、買ってるじゃない。はい、ありがとうございます。うわ、うまそう。うわ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 。私は生牡蠣が体に合わなさすぎて。あ、そうじゃん。レナ前生牡蠣食ったら気持ち悪くなったじゃん。そうだよ。いただきます。うん、なんかちょっと洋風な感じの、うまい。ああ、見るだけでも気持ち悪くなっちゃう。ああ、そう。ああ、なんか気持ち悪くなっちゃう。なんか気持ち悪いって言ってるから気持ち悪くなっちゃう。いや、ちなみにタバスコは何に使おうかということはまだ分かってない。あ、これにつけたら美味しい。つけてみる。洋風だしね。テケ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 。おい、アホ、やめろやめろやめろ。というわけでタバスコカクテル。うん、パンチが効いてうまいでしょ。だからわさびもうまいでしょ、うん、この動画がめちゃつまらないかもしれない。関係ないよ。うまいうまいうまいしか言わない。別にいいよ、もう自分たちが楽しければそれでいいよ。OK。 はい、ありがとうございます。わさびのポン酢うまかったです。めちゃめちゃうまかったです。おーお、見てサービス。やば。え、あ、本当だ。あ、ここもサービス。本当だ。おじさん、ありがとうございます。お、これ、これサムネにいいかもよ。どんどん来るね。もう、何これ。何何何何。そんな熱い。同じことをやろうとしてるの。いや、熱ないよ、熱い。熱いわ。私たち。ラストカキ。うん、そうだね。うん。だからごま、ポン酢わさび。うま。ごちそうさまでした。いやもうこれは。満足。抜群。牡蠣太郎。おすすめです。行ってみてください。めちゃめちゃおすすめだわ。でもこれ早めに来ないと本当に12時とかに多分もう本当に売り切れるレベルだと思う。というわけで、この動画が面白かったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録してない人はまだぜひチャンネル登録してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。